願いをやっと見れた。あ、そうですね、確かに。なんか7ヶ月ぶりなのかな、わかんないけど、まあ言えば半年以上ぶりなので、確かに願いだ、昨日来れなかったのに見れてることが本当に本当に嬉しい。いや、あれですよ、半年間綺麗になったらしいです。やった。調べたけどアリのキャラクターも名前わからんかったですよね。あれ調べてもなんか名前わかんないんですよ。ネガイちゃん昨日来れなかったから今日久々お帰り、 ありがとうございます。そうですね、はい、顔つきが大人っぽくなった。そうですか、この半年間で何があったんでしょうね。まあハートも大人になったんですよ。そうだから顔も大人っぽくなったんじゃないでしょうか。あ、ニキビが、ニキビが。最近は3食食べてるの、それとも2食？3食です。3食になった。もともと知らない方は知らないと思うんですけど、私体型を維持するためっていうか、まあプラスダイエットみたいな感じで2食にしたんですよ、ご飯を。夜って動かないから、やっぱ公園とかあっても食べたら寝るだけじゃないですか。だから夜は食べない、だから朝と昼、朝、それでも昼がなんかいろいろあったら、まあ、夜食べるみたいな感じにしてたんですけど、なんか食べようと思って3食食べてます。ちょっとニキビがさっきお風呂に入って、配信のためにちょっとアイメイクとリップと眉毛だけ色をつけてってつけたんですよ。でもなんか肌荒れが、肌荒れちょっとだけしてるので、肌荒れしてるのにメイクしちゃったら、昨日はメイクしたんですけど、あ、ありがとう、サイリウムが降ってるよ、覚えてますよ皆さん。そう、なんか肌荒れここがしてるから、それでファンデーションとか塗ってないんですよ。でもね、ここ直したらね結構大丈夫なんですけど。初見です、初見かな、見たことあるぞ、なんか私の見たことあると思うけどな。最近は映画はネットフリとかで見てますか。ああ、この休みの間に私今実家っていうか大阪にいるんですけど、その間にお父さんがアマゾンプライム会員なんですよ。なんですけど、携帯でしか見れなかったんですけど、大きいテレビで見れるようにするためになんかあるんですよ、なんかアマゾンプライム差し込むやつみたいなをフォローしました、ありがとうございます。買って私のパネルを見てきたんですか、ありがとうございます。こう差し込んで、ネットフリックス、YouTube、あとは Amazon プライム、TVer とかも見れるので見てます。昨日は Amazon、 おとといは Amazon プライム限定のシンデレラを見て、今日は何見たっけ、今日は見てないですね。
お父さんの声が入りました。今日の夜ご飯をお父さんが作ってくれてます。麻婆茄子です。はい、こんばんは。そうですね、あ、なんかベノムを見ました。あ、星の王子様ニューヨークへ行く2も見れますよ。もうお父さんと見ました。お父さんイケメン。お父さんも嬉しいね。お父さんイケメン、こうイケメンですよ。今ご飯を準備してくれました。ショールームが終わったら食べる。スーパーで麻婆茄子買ってきたわ。おー、ディズニープラス入ってないんですよ。なんか私が見たのはアマゾンプライム、ちょっとディズニーとは違うシンデレラ、現代のシンデレラ。かわいいでしょ。 I'm fluffy。 かわいいでしょ。 I'm fluffy。 ミニオンに出てくるユニコーンです。 I'm fluffy。 わあ、現代のシンデレラってネガイちゃんってこと。確かにこれからね、今まだちょっとハイかぶりですけど、これからシンデレラになるように努力していきます。何作ってるの？お父さんは麻婆茄子ですね。髪の毛伸びた。そう、なんか筋肉昨日なんか髪の毛が伸びたかもって言われて、昨日初めて久しぶりにショールームをしたんですけど、髪の毛を巻いてたんですよ。でも髪の毛それでも伸びたねって言われたので、今日はストレートにしてみました。なので胸下ぐらいまで伸びてます。かわいいでしょ。髪の毛もね、皆さんが見ているのが多分あれなんですよ、黒色に見えると思うんですけど、一応ね直で見たら茶髪なんですよね。茶髪ではないけど赤茶みたいな。お父さんは仕事休み？ううん、仕事帰ってきてからご飯を作ってくれてます。今日はちょっとお母さんがいないので、仕事さっき帰ってきてお風呂に入って作ってくれた。お母さん夜勤。お母さんは仕事してないです、専業主婦です。でも今日ちょっとあれなんですよ、久しぶりにお友達に会うよっていう用事があって、帰りが遅いのでお父さんがちょっと早く帰ってきてくれたのかな、わかんないんですけど、ご飯を作ってくれてます。生誕 T シャツ頼んだよ、ありがとうございます。残業中ですが会議室でこっそり見てます。ありがとうございます。ネガイさんは明日
スーパーかわいい、ありがとう。ネガイさんは料理は作りますか？作りません。これから意地でも作るようになるんですよ。意地でも作らないといけない環境になるので、でも今はお父さんとお母さんに任せてます。復帰嬉しいって言ってくれる方がいて、すごく私も嬉しいです。帰りなさい。他のメンバーですがとても嬉しい。いいよ、楽しんでくださいね。ありがとうございます。料理終わったみたいです。美味しそうに作れましたか？微妙らしいです。でもお父さんは何を作っても大概は美味しいので大丈夫です。ネガイちゃんは何歳になるの？ね、1月16日に誕生日だから19歳になります。今18歳なの。だってギフト飛んできてるよね多分。わー、みんなギフトをありがとう、ギフト嬉しいです、すごくね。お父さんの得意料理は大概何でもパパは作れますよ。あ、発注してくれたんですね、ありがとうございます。今日はですね、普通にゆっくり配信、最近、あ、そう、できるだけご飯じゃなく、間違えた、できるだけショールーム配信はするんですけど、ちょっと夜ケンタッキー食べたんですか、いいね。ちょっとバタバタしてる日とかあるので、告知とか予定が入ってなかったら、多分ネガイちゃんはショールームやらないんだなっていうことにしといてください。見といて、その感じにしといてください。はい、できるだけね、そう、ちょっといろいろバタバタしてるんですよ。お父さんが掃除し始めた。はい、今のパパのおしめは誰ですか？私です。もうお父さんは今私しか見えてないのでね。皆さん優しいですね、ありがとうございます。そうなんですよ、一応なんか休暇中に今までしてこなかったこととかできなかったことを、あ、パワーが立った、ありがとうございます。その他のものもありがとうございます。すいません、そう、あ、うん、かわいい。昨日もクリスマスパタタワー立ってましたよね。目が、うわ、お猿さん。こっち、あ、モモが出てきました。休暇中に結構お父さんがお母さんがいろんなところに連れてってくれました。で、いろいろなものを見て知って、なので写真がたくさんあります。そんなにないですね、写真はそんなたくさんないんですけど、それもちょくちょく載せていきます。インスタグラムに載せていきます。ずっと待ってました、会えてとっても嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。
楽しみにしてます。ありがとうございます。1回インスタに上げてた、2回インスタに上げちゃったんですよ、間違えて。はい、黙ってしまってる。このフラッフィーはただの人形ちゃんです。可愛いでしょ。ネガイさん、やっぱりメイク変わったと今頃もういつの間にかね変わりましたね、うん、てかそもそもメイクしてなかったですよ。プレゼントは受け取れた？受け取れました。何月までしか受け取れないみたいなやつあったんですよね、多分。で、その何月までの分は事務所の方々が私の実家に送ってくださったので見ました。多分この服がファンの方から送ってくださったパジャマなんですよ。違うかな。スヌーピーのスヌーピーの、スヌーピー見えない、スヌーピーのパジャマです。ファンの方がいただいたスヌーピーのパジャマです。靴のサイズは変わっていませんか？靴のサイズは変わってませんね、うん。メガネかけました？あれ、メガネは届いてなかったな。届いてなかったです。そろそろお食事の時間。一応1時間をするしてもいい？1時間をね、1日できれば1時間しようと思ってるので、はい。ジュラピキ&スヌーピー劇場公演予約しました。当たるかな？当たりますよ、きっと当たります。迷子のメガネちゃん、あれ期限内に、いや多分劇場には届いてるんですけど期限内じゃなかったのかもしれないです。その活動休止の中で送られてくる分はここが締め切りだよっていうのがねあったので、私がもしかして復活したらその劇場23日の時か、まあ別の時にもらえると思います。それでも無理だったらお問い合わせをできるらしいので、お問い合わせをしていただければ。私もねメガネかけたいですし。あ、それかスタッフさんのチェックが間に合わないとかあるんですよ。いっぱい人気のメンバーさんがいるから間に合わないんです。 あれやって、これやって、それやって、わーつ安全靴ですか？久しぶりにそのワード聞きました。絶対似合うセレクトしてるから、ありがとうございます。季節外れになったけど荷物送った方がいい？ぜひ送ってください。荷物じゃないですよ、それはプレゼントだよね。季節が外れても、どの季節その季節が来たら着るので大丈夫ですよ。皆さんギフト投げてくれるのはいいけど、みんなお金を貯めておいてね。そんな嬉しいけどパンパン使っちゃダメだよね、パンパン。皆さん、たまにカサカサ音が鳴ってたりするんですけど、それは私の父です。ここ実家なので。あと犬です。おいで。ワンワン、おいで。ダメです、おやつがない。そう、目があった。
おやつがないとこの子は来ないんです。来ない。あのね、ここにね、モーモって貼ったねやつがあるんですよ。みんなお金あるから大丈夫、考えて使ってる。それならいいんですけど、ありがとう。ももちゃん寒がり。そうなんですよ。ねがいちゃんのお父さんは今誰推しなの？みんな私のお父さんの推しが気になりますか？私しか見えてないので私推しです。あ、考えて使ってください。ありがとうございます。アシックスのスニーカープレゼントしたいです。ありがとうございます。スニーカーたくさん履きます。もう皆さんからのプレゼントは全部使います。いっぱい使います。ユニバ行ったりしてるかい？一回だけお母さんと記念に行ったんですけど、これしてきた。これこれマリオカートあるじゃないですか。マリオの世界に行ってきて、その写真あげた方がいいかな。なんかね、ちょっと待ってね、写真があったはずだよ。でもね、お母さんが写って、まあ、顔隠せばいいんだけど、まあ、それはツイッターでいいかな。あのお化けをかぶりました私。キングテレサじゃなくてテレサ。すごいチラチラお父さんと目がキングテレサじゃなくてテレサのこういうなんかかぶり物あるじゃないですか。そのかぶり物はかぶりました。でも買わなかった。なんかスタッフさんがかぶりますかみたいなこと言ってくださって、あ、じゃあ一回、あ、いいんですかみたいな、コロナだからいいのかなと思ったんですけど、テレサかぶらせてもらえて、かぶったらでかかった。一回買おうか迷ったんですよ。でもちょっと夏の間だったのでちょっとでかすぎたかなと思って。もうね、このテレサ欲しいんですよ。このパパわかる？これ見える？このテレさんの被り物欲しいんですけど、ミニバ行かないと使い道ないじゃないですか。だから使い道ないですね。思ってたんとちゃうってなったか。そうなんですよ。なんか全部被ったんですけど、みんな多分大きいのかな、わかんないんですけど、なんかここまで下がってくるんですよ歩いてたら。だからやめました。あったら可愛いんだけどね。でも道端でさ、ちょっとくしゃみが。はい、おそろにしましょう。出かけるときにかぶってたらそれは、いや、一人みんな一人一人ファッションがあるので、私はちょっと恥ずかしくてかぶれないかな。なんかユニバだから許されるっていう感じです。そう、髪の毛伸びたでしょ。 USJ に行って何かグッズ買いましたか？この子とこの子と、もう一人のあのミニオンの子が持ってるクマのハロウィン版、
ハロウィン用のやつと、あとそのクマの普通上のパーカー、まあショールームで着ますね、持ってきてるんで。韓国での人気は健在だな。いやーありがとうございます。ユニバもディズニーもそこだから許されるっていうのはある。あ、そうティムグッズなんですよ。ティムグッズを買いました。それ以外は買いませんでした。あ、鬼滅乗りましたよ。なんか結構ね、鬼滅怖かったです。なんか知らない方に言うと、私たち鬼滅の本戦が始まる前に、本戦そのグランドオープンの時に行ったんですよ。鬼滅の乗り物のグランドオープンの時に行ったんです。だから次の日から始まるよみたいな、次の日か、その次の日から始まるよみたいなやつに一応行ったら、そのまだ鬼滅始まってないねと思ったら、グランドオープンみたいな感じで乗れますよってなって乗ったんですよ。もうすごく怖かった。なんか周りは炭治郎とか言ってるんですけど、あれ言っていいのかな、あのジェットコースター、めちゃくちゃみんな並んでました。あ、プレオープンです。なんかジェットコースターになってて、なんかサングラスみたいなのをこうかぶってこう 3D で、なんかジェットコースターの多分作りは一緒なんだけど映像が違うみたいな。ありがとう。それ映像が違うみたいなやつがあって、それそうなんですけど、なんかみんな、なんか後ろの人たちやっぱりいるじゃないですか。なんか炭治郎、炭治郎、煉獄さんとか言ってるんですけど、なんか私はもうなんかすごい、なんかそのサングラスがもうグラグラ揺れるし怖いし、なんかなんか私鬼滅がそんなに詳しくないんですよ。そのアニメとかあんま見ないので。でもなんか一番なんか言ってたのが何だったっけ、私が一番怖いと思ったのが、なんかこういうなんか夢の中へさあ行きましょうみたいな、なんか悪役いるじゃないですか。なんかさあ夢の中へレッツゴーみたいな、なんか蛇みたいになるやついません？なんか何々ですわみたいな、ちょっと変わった口調のやつがいて、めっちゃ怖くて、なんか無理と思ってそれに怖かったし、なんかキャーってなって。で、私が一番好きなところが、まあなんていうもんだろう、無限列車のその下って書いてる人、その人だと思う。なんか私はハリーポッターのエリアがもうすっごい好きなんですよ。私の中で一番ハリーポッターのエリアが好きで、ハリーポッターのなんかエリアが一番好きなんですけど、私ハリーポッターのこっちは乗ったことあったんですけど、あ、加減さんですね。加減って方ですね。加減怖かったです。こんばんは、元気そうでよかった、ありがとうございます。元気です。ここのなんかあるじゃないですか、ハリーポッターのわーっていうその 3D のやつは乗ったことあったんですけど、ハリーポッターの横にあるちっちゃいジェットコースター、ホグワーツ学校の横にあるちっちゃい、なんかハリーポッターのジェットコースターには乗ったことないんですよ。でもなんかそれに初めて乗ってめちゃくちゃ楽しくて、でそのユニバーに私たちが行った日、なんか10分待ちとか5分待ちとかでトントンって乗れる日だったんですよ。で乗ったらすごい楽しくて、7回ぐらい乗りました。後ろの人と喋ったりした。なんでそんなに綺麗になったんですか？綺麗になってますか？なんでだろう？ゆっくり休んだからかな？ USJ に行ったことがない。もう行ってください。ぜひ時間があるときは。魔法の杖持ってるの高くて買えないです。
て買えなかった。M なんかね、そう楽しかったですよ。でも、うん、いっぱい歩いたんですけど、なんかいっぱい歩きすぎて、なんか爪、足の爪が真っ黒になっちゃった。あ、杖、私杖よりあのグリフィンドールが着てる服が欲しいんですよ。でもなんか使い道あるかなって考えてしまう年頃になっちゃいました。私なんか昔は欲しいと思ったものを買ってたんですけど、最近はなんか何かと、あ、これ使い道あるかなとか置き場所あるかなとかを考えてしまうようになってしまったので、ダメですね。これローブ、ローブ、そう、初見です。こんにちは、やっほー、しっかりしてるな、うん、ハーマイオニーの顔真似はできますか？あんなに可愛い顔になり、なんではなれない。ねがいちゃん、おかえり、おかえり、ただいま。なんとかなんとかレビオーサーってやつでしょ。あなたの言ってるのはレビオサーなのみたいなことを言うやつで、かわいいと思って。私はエマ・ワトソン大好きなんですよ。ローブ買って帰るんですか？わあ、 SK48 のハーマイオニーや。あー、みんなすごく褒めてくれますね。お父さんに何かを買ってもらいなさい。もうお父さんにはもうお父さんにもお母さんにもすごくお世話になったので、もうこれ以上何かさせるのはちょっとと思うんですけど。お母さん、お久しぶりです。お久しぶりです。なんか結構みんなから化粧変わったとか、顔ちょっと大人っぽくなったとか言ってもらえる。一つだけ魔法使えるならどんな魔法を使いますか？記憶能力を上げる魔法、なんか紙とか見たらパッって全て入ってパッって口に出せてパッって動けるものがあるといいなってずっと SKE48 に入ってから思ってました。それのたびにそれだったら楽なんだろうなと思ってましたね。褒めるとこしか見当たらないな。ありがとう、大人になった、ありがとうございます。どんな魔法でも使えるようになるの？でもマグルの世界では使えないじゃないですか。私暗記パン食べるしか、私暗記することいっぱいすぎてお腹がいっぱいになっちゃう、うん、うわー、みんな久しぶり。なんかね、あのあれ、何の話をしたっけ、忘れちゃった。あ、そう、すごい大人っぽくなったとかメイク変わったって言っていただけるんですけど、全然わかんないですね。まあ確かにリップとかは変わりましたけど、それ以外はわかんないです。っていうか、なんかもうメイク映えがわからなくなりました。なんかツイッターもインスタグラムも全然使ってなかったじゃないですか。だからなんか、ああ、インスタってこうやってやるんだっけ、あーみたいな。誤字脱字がもう治りませんので、誤字脱字は許してください。おはようございますが、おはよう、おはございますとかなってたりしても許してね。許してね。
と目が、ね、大人っぽくなりましたか。おだから使い方が分からなくて、やっぱ SNS に触れてないと分かんないと思って、ありがとうございました。もう皆さん本当にいっぱい、まあ、Twitter 開いてるんだけど、あ、みんな Twitter フォローしてね。フォローしてない方がいたら Twitter フォローしてちょんまげリガー休んでる間他のグループに韓国メンバーがいた。そうなの？韓国っぽいメイクめっちゃ映えて好きだけど、好きにお化粧し楽しんでほしい女の子です。ありがとう。カップラーメン送ってもいいですか？全然辛くないプロダックポップコーンを送りたいです。でもね、ごめんなさい、ご飯が SKE 受け付けてないんですよ。受け付けてないんです。受け付けてなくてなんか弾かれちゃうから、それならあのグッズを送ってください。あの韓国の、今の韓国の方なんですけど、例えば可愛いお洋服とか、あ、韓国マスクとか、私なんかね欲しいものリスト昔作ってたんですよね。パジャマとか、そうそうなんですよ。私あのごめんねファンの方、プルダックポッコミを食べたかった。ああ好きです、ありがとう。そう、食品がダメなのだから、これがおすすめだよっていう、なんかね、あのボディーソープとか肌につけるものと家電用品と、そう、食べ物とか飲食がダメなんですよ。ダメです、ダメです、ももちゃんがそれはね、ダメなんですよ、ももちゃんのやつ。私なんかこの休み中に欲しいものリストをパパパパンって作ってて、なんかアクセサリーとかも、アクセサリーとかは大丈夫です。なんかね、ボディクリームとかがダメだった気がする。1万円以内ですよ。 USJ のグッズお願いに送ってもいいですか？いいですよ。他のメンバーカップラーメンをたくさんもらいました。そうなんだ。でもね、SKE ダメなんだ。腕時計とかどうなんだろう。パパ腕時計とかいけたっけ？わかんないですね。ぜひお問い合わせしてみてください。 Amazon じゃない、なんかね、私はそう、これもなんだけど、なんか欲しいものが実用性のあるものに変わっちゃってて、昔だったらお人形とかこれあれとかになってたんですけど、なんか聞いてください、今ね欲しいものリストをもう一回開いたら欲しいものリストをもう一回開いたら、なんか私この期間中に多分大人になりすぎてて欲しいものリストをありがとう、頑張ります。欲しいものリストが書いてあるのが湯たんぽでしょ、ブランケット、ジャージってかスウェットとかジャージ、パジャマ、ダウンジャケット、バッグ、お財布って書いてある。なんかもう実用性のあるものしか書いてなくない？自分に怖くなってきた。実用性オンパレードなんですよ。買い抜きさらに伸びた。そうですよ、湯たんぽ。なんかちっちゃい頃ね、あの羊の湯たんぽ使ってるんですよ。本当に羊の湯たんぽ。うん、そうなんですよ。なんか欲しいものリストとかそういうものに変わっちゃって、なんか多分今私が必要な欲しいものリストです。でもお洋服とかね大事ですよ。でもイルカとパンダどっちがいい？イルカとパンダどっちがいい？どっちもいい。どっちもいいね。
私最近白イルカ好きなんだよな。でもパンダも好きなんだよな。パンダかな。いやパンダもイルカ、うん、どっちも可愛い。アマゾン欲しいものリストならダイレクトに届くぞ。アマゾンはパパプレミアム会員みたいなんです。アクセサリーはしないの。しますよ、ネックレスとかブレスレットとかするんですけど、自分で買いませんね。ファンの人からいただいたものとかしか使ってないですね。うん、両方。返されちゃったんだ。私はもうワールドサファリ送ってくださるんですか。わー、毎日動物に会える。スニーカー足りてますか。あんまりかな。インスタで服とかにメンバーがいいねしてると欲しいんだなって思います。あ、なんかね、持って帰れないほど送ってやるわ。おパパ聞きましたか。持って帰れないほど送るよってプレゼント。やったー。でも皆さんお金は大切にしてください。本当に本当にお金は気になってないからね。お父さんもよく言うけど、逆にお父さんの欲しいものリストは何がありますか。ずっと応援してくれたら嬉しいよねパパは。それだけで、それだけです。どんなアクセサリーが好き。蝶々とか月とか、そういうなんか T シャツとかにでもつけれるやつ可愛いよね。ずっと応援してる、ありがとう。泣けてきますね皆さん。なんか泣けてきちゃう。パパは23日公園行くの。お父さんは最近すごく忙しいんです、お仕事が。でも DMM で見てくれるって。ネガイちゃんはねウォーキングしてないんですよ。ピアスは、私ね見た通りピアス開けてないんです。なんかねピアスが何歳からとか、髪の毛染めるのが何歳からとかっていうのが SK 決まってるんですよね。なので私は、うん、ピアス痛いし。願いって好きに履くことありますか。ありますよ。私最近ずっとズボン履いてるよ、スカートがって感じなので、あんまり履かないのでズボンになってます。ファンの皆さんがコメントを送ってくれてるから、私はそれを読んでおしゃべりすればいいので、今までマシンガントークを頑張ってきてたんですけど、これぐらいがやっぱり一番体に合ってますね。スカート履かと思いました。いやスカートも履くんですけど、なんかズボンの方が楽じゃないですか。みんなプレゼントはネガイちゃんに送りたいと思ってもらったもので大丈夫ですよ。でもみんな本当にお金は使いすぎないでください。本当にダメです。本当に何かパパ言った？
んばんは。私すごいなんか 前のめりになってた。ルーちゃんやマリンちゃんがネイルを今してるよ。ネイルしてるんだ。私ネイルしてないんですよ。なんかねやってたんですけど、あの爪が弱いんです私。あのお母さんも弱いんですけど、なんかね爪がすぐ割れちゃうの、パキって。だからなんか本当に私昔爪をイライラしたりとか不安になったりしたらこうか噛んじゃう癖があったんですけど、それを直したのにもかかわらず爪がこうちょっと当たったりとか伸びてきたらすぐに折れちゃうんですよ。パキっていっちゃうから、ネイルできないんですしてみたいんですけど、でもネイルって高いじゃないですか。美味しいご飯が食べれると思っちゃう。でもねおしゃれだよね、女の子の夢ですよね。爪弱いんですよ。爪も弱い。私年中問わず多分爪が弱いんです。爪も弱いし肌も弱いし、そういろいろ弱い。なんかさこう見え、私今思ったんですけどさ、この手首あるじゃないですか。手首こうちょっと今見たらすっごい骨張ってて痩せて見える。びっくりした、初めて気づいた。なんか骨張ってる。怖くはないけどびっくり。カラコンはしますか。カラコンはしますよ。でもあんましないかな。足の方のネイルは、足も弱いんですよ。だから靴を、私スニーカーしか履かないので、スニーカーとかブーツとかしか履かないので、なんか足が見えるものを履いてないんですよね。そう、みんなすごい質問。韓国語が読めないんだ。みやね、占いを信じますか。私ね占い信じないタイプなんですよ。なんかねいい時だけ信じる。私カラコンじゃなかったですよ。多分前の公演カラコンじゃなかった、あっちでした。透明、目悪いんで。一生ネイルしてあげたいです。あーしてください、うん、あーケーキを買ってお祝いしたんですか。ありがとうございます。あ、セタングッズのデザインですが、それにした理由は、私ちっちゃい頃から映画とかドラマが好きで、演技がすごい好きなので、やっぱり演技って人を元気にさせれるし、私の、まあ、真面目な話になると私の人生って一回ですけど、なんか演技をすることによってたくさんの自分になれるじゃないですか。たくさんの人生を送れるなっていう考えなので、映画にしました。演技をするのが夢なんです。私女性用で M とかですね。 M とかです。手相を見せてくれたらみんなが占ってくれるよそう、占いの話なんですけど、なんかいっぱい読んでて飛んじゃう。なんかね、あ、そう、占いはあるじゃないですか、目覚ましテレビとかいろんなところで今日の運勢はみたいな。こう、私ヤギ座なんですけど、ヤギ座12位って言われた時は、あ、信じないぜみたいな、信じないぜって感じで言って、ヤギ座は今日は1位ですとか2位ですだったら、お、だよねみたいな、なんていうんですか、都合がいい時でしか信じないタイプです。なんか基本占いを頼りにしてなくて、いい時だけ信じます、私の占いの結果が。だからたまに出てくるんですよね、そういうツイッターとかのおすすめで、ヤギ座のあなたは1位です、
何をした方がいい日みたいなとか、ヤギ座のあなたは最下位です、容量のなさがなんたらこんたらみたいな感じに書かれてる時はってなって信じないですでもね、それぐらい都合がよく生きた方がいいなって思いますよ。なんかね、お母さん、お父さんかね、お母さんどっちかが言ったんですけど、なんか、あ、今日12位だから今日嫌なことが起こると思って1日過ごしたら本当に嫌なことが起こるんですよ、人間。でも私なんか最下位だった時に最下位を意識せずに、まあ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 みたいな感じでルンルンで生きてたら何にも悪いこと起こらなかったんです。だからね、多分1位でも12位でも起こることは起こるってちっちゃい頃から思ってますヤギ座が1位ですか。じゃあ私のことが好きなので、あなたの占いではいつも私が1位なんですね。嫌なこと起こると思ってるから嫌なことって感じです。そう、病は気からなんですよ、それと一緒。だから今日つまずきますよって通りすがりの人に言われて、今日つまずくんだと思ったら絶対どっかでつまずくんですよ。で、通りすがりの人に例えば、あなた今日つまずきますよって言ったら、え、何を根拠にと思ったらつまずかないんだよ、うん、そうつまずくにも捉え方がいろいろあるからね。そうなんです、私あれなんですよ、なんか例えば今日忘れ物がありましたとか、なんか万全な準備をしてめっちゃ今日ノリノリなんだけどと思ったけど、あれ鍵を忘れたとか、あれお財布忘れたと思って家にこう行った時って、なんでこんなことが起こるんだろうと思ったりするんですよ、たまにね。ただのおっちょこちょいかなと思うんですけど、多分それって、あ、雪が降ってきた、神様のおかげかもしれないみたいな、なんかこれを鍵を忘れてなかったら私は事故に遭ってたかもしれないなとか考えます。まあいつも余分の速さで私出てるので、鍵を忘れたから財布を忘れたからといって遅刻はしないんですけど、今この時に出てて鍵を忘れず普通に出てたら事故に遭ってたかもしれないとか、もしかしたら倒れてたかもしれないとか考えますね。考えるたまに。セブンパーク奄美200店舗、うわーすごい。パワースポット、パワースポットとかも信じないです。パワーは私の中にあるのでいや違うんですよ、あの信じてる方もいるし信じない方もいるので、私は信じない側なんですよ。パワーは私の中にあるからまあね、パワーが出ない時もありますけど、あの一回寝たらとか、こうお父さんを見習うことにしました。私は悩みとか不安が限界突破しかけたらもういいやってなるように最近なったので、あ、もうパワーが出ない、パワーがない、寝るかみたいな、あ、寝るか、あ、じゃあ YouTube 見るかみたいな考えでやったらパワーが後々出てくるので、パワースポット、そうです、ここがパワースポットですそうですよ、不幸を貯金すればいつか、そうですよ、悲しみの後には幸せがあるんです。そう、私は悲しみがありましたけど今戻ってきて、いろいろなことがこう決まっていってね、幸せです。頑張ってよかったなって思いますよ。パ
パワーがないこと悩んでる時があったら寝る。素晴らしい。なんかね、あ疲れた集中できないとかあるじゃないですか皆さん。ありますよね。こう皆さん、あ今日パワーが出ない、あ今日パワーが出ない、あ集中力がないとか思った時に、私はもう YouTube 見たりとか音楽を聴いたりとか、まあ一旦15分ぐらい寝たりとかします。かチョコレート食べたりとか、そういうことして、一旦そのやらなきゃいけないことからもうちょっとの時間だけ目をそらしてやったらできますできない時もあるけど寝ます。どうにかなる。復帰を聞いて2ヶ月間調子悪かった、胃腸の様子が良くなったのは願いちゃん効果かもしれない。私を見てると元気が出ますか。ありがとうございます。じゃあ皆さんもずっとね、私を頭の隅に置いといてください。なんか昨日トレンドに入ったんですってね、私がお母さんから来ましたけど、なんかネガイちゃんと SK48 が多分わかんない、嘘だったらごめんなさい、私ツイッターをなんか調べなくなったのでわかんないんですけど、自分の投稿とかしかフォローしてるものしか見なくなっちゃったんでわかんないんですけど、なんかトレンドに元気な姿を見れてよかった、ありがとうございます。トレンドに入ったみたいですね。クリスマスは私はチキンを食べようかな。チキンを食べようかな。これぐらいのテンションが一番やりやすい気がするなケンタッキーですか。いやなんかね、美味しいチキン屋さんがあるって聞いたので、そこまで買いに行くか、ちょっと宅配してもらうかして食べる。23日衣装入るかな、衣装入るかな、衣装入るかなってちょっと心配なんですよね。食べてたから、ちゃんと食べてたから。ちゃんと食べてたからさ、入るかな。ファンのみんながぽっちゃりした、うがいちゃんちょっとぽっちゃりしたとか言わないかな。いや言われてもそれは事実なのでいいんですけどね、別に別にね、あの疲れずに、あのもういいんですよ、それが事実なので。って言われたら、その通り、きっとそうなんだよ、みんながそう思うなら。ちょっと節制するねっていうので終わりました、多分私昔はね、なんか言われたから、こうしようあれしようってなったけど、わかりました、ゆっくりしやってきますね。チキンを買いにパパを走らせるとか、多分ね、チキンはね、名古屋で多分チキン食べるので、だって23日名古屋にいるので私、なのであれですよ、チキンは多分名古屋で食べますね。あのね、あのお父さんを走らせることはできません、お父さんは大阪にいる。感動で泣いてください。新しいキャラクターを作ってたんですね。私なんかキャラクター持ってましたっけ。タラッタラー、チキンナゲット
地域、あ、ツイッターに上がってた写真良かったですか？良かったです。そりゃ良かった。地域ナゲット、なんかツイッター広告増えました？なんかホーム画面に行くとめっちゃ広告出てくるんですけど、なんかはい、広告出てくるからさ、なんかあのあるじゃないですか、なんか別にフォローしてもないのに広告出てくるやつ。 YouTuber みたい、 YouTube みたい。私 YouTuber じゃないよね、 YouTube みたい。何キャラ、私なんかキャラクター作ってたっけ。あ、皆さん iPhone12 に変えました。なんて言うんだっけ、 iPhone12 に変えました。すごくない？ iPhone12 かっこよくないですか？iPhone12 もともと私8だったんですよ。8だった。なんで12か12だ、12って言ってた、あの12にしました。なんでiPhone の新しいやつにしないかと聞く方がいるかもしれません。なんでだと思いますか？高いからです。高いから、高かったの。しかもなんか高っと思って、なんか機能性も結構なんか12が、あの12と一緒だったんだ。12って言いたいだけなんですけど、12と一緒だったので12にしました。なんかね、8よりちっちゃいの、めっちゃちっちゃくて、なんか女性がこうやりやすいって聞いたんですよ。あの LINE とか打ちやすいよって聞いて、あ、じゃあこの大きさの12にしますってで、お母さんとお揃いのスマホケースにして、私はホワイトで、前は黒です。黒でした。8だった時は黒色だったんですけど、私は今回は12の白です。でもね、まだ使い慣れてないんですよ。8はホームボタンの丸があったじゃないですか、12はないんですよ。でもまあちょいちょい慣れてきたかなみたいな感じで、そう、めっちゃあれです、私あのあの中も外も全部推しです。表はマリリン・モンローさんで、中はウォニョンちゃん。12のホワイト、麻婆茄子、そうですね、もう麻婆茄子の時間になりました。まだ夜ご飯私たち食べてないので、これぐらいで終わりにしたいと思います。まあ12の紹介もできましたし、待ち受けですか、待ち受けはマリリン・モンローさんです。私マリリン・モンローさん好きなので、あのピンク色のドレス着てこうやって踊ってるやつ、12のね紹介もできたし、皆さんとお話できたので、今日はこれぐらいで終わりに、まあ皆さんタワーとか、あとはそのギフトとかありがとうございました。スクショタイムをしましょうか。 OK、 ね、チャクリが、はい、チーズ。今のこの顔撮ってよかったですよ。今の顔も撮ってよかったですからね。なんかわかんないけど笑いがこみ上げてきちゃう。
はい、皆さん今日は私は今から麻婆茄子との戦いがあるので皆さんバイバーイ。あ、インスタグラムもし投稿したら皆さんインスタグラムコメントしていいねしてフォローしてね。バイバイ。